こんにちは。こんにちは。着物小杉天使の小杉です。阿部です。今日はですね、格帯のちょっとご紹介をしたいと思います。普段着物ですとね、まあ綿の着物、なんかですとやっぱ格帯、の選びは、まあ、重要になってくると思うんですけども、まあ、うちではできるだけね、その格帯も、使いやすい、ものということで、特にね、初心者なんかには綿の格帯をお勧めしております。ちょうど今目の前にあるのがその綿の格帯なんですけども、すごいカラーバリエーションが、そうですよね、あると思いますけど、これはあの米沢の、格帯ですね。根拳さんというね、ところですね。はい、まあ、色のバリエーション、まあ、こういうオレンジですとかピンク、赤、エメラルド、グリーンとか、まあ、本当普段の着物に楽しんでもらうんでしたら、このぐらいのねカラーバリエーションがあって楽しいかなというふうに思います。まあ、結構これ単色で見ると明るくて目立つなって感じなんですけど、着物のダンスで見ると結構落ち着いた感じになってしますね。まあ、ちょっとね試して、今ねこんな感じでちょうどこの裏をね締めてもらってるんですけども、まあ、赤ですね、こんなような感じ。はいはいはい、またオレンジなんかこんなような感じ。また羽織が入ってね、ちらっと覗くぐらいの帯幅ですと、そうこのぐらいはっきりとした色がね、またおしゃれだったりしますね。で、綿の格好帯の良さっていうのは、まあ、本当に締めて緩まないっていうのがありますね。特にもう初心者には私の店では正剣の格好帯は一切勧めてないです。もうこちらの綿の格好帯1本でまずね、着てもらった時に、あ、こんなに一日締めてても緩まないんだってことをね、分かってもらえるのがやっぱこの帯かなというふうに思います。そうですね、まあ、安倍にもきっと綿の格好帯が勧めだと思うんですけどね。そうですね、一番最初にこのお店で木綿の着着をしたりだ時に、お勧めされて、まあ、言うがままに買ったのがこの米沢の帯だったんですけども、これを締めてしまったゆえに他のものが締められなくなってしまうという、まあ、ある種呪縛のような魅力を持っているのはこの米沢のものだと思いますね。うんうん、まあ、一日動いていても一切緩まないという、この緩まなさが他の帯にはない、もちろん緩みにくいものはあるんでしょうけど、本当に緩まないというものではこの米沢の格帯にかなうものは今のところ出会えていません。まあ、毎朝ね、店の周り窓拭きや掃除をしているですけど、やっぱそれでもね、ピッと着姿が変わらないっていうのがこの帯の凄さかなというふうに思いますね。まあ、うちでは一応このね、一押しなのがこちらの帯で、定価の方が8500円となっておりますけども、まあ、これからまた、浴衣の季節なんかにもお使いいただける帯ですので、ぜひねご興味のある方はお店の方までいらっしゃっていただければなというふうに思います。まあ、本日はこの辺で、どうもありがとうございました。ありがとうございました。